やっぱりお金をいただくっていうことは責任を背負うことなんですね。だいたい平均すると200ぐらいなんですけれども、売上大きい時は300近くいく。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、 LINE インスタ集客で入学90日で月商292万円売り上げたですね、城下さんと一緒にですね、動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今の業種活動内容を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私はですね、成果が出るまで指導する企業のコーチングをしております。これから起業されていきたいという方とか、もしくはすでに起業している方もいらっしゃる中で、はい、コーチングだけじゃなくてマーケティングとかも指導もされていらっしゃると。やっぱりお金をいただくっていうことは責任を背負うことなんですね。責任を背負った分だけやっぱ成果を上げていただくっていうのは本当に最大のテーマと思ってます。クライアントの成果を最大化させていくことが一番目的として、城下さんもねご活動されていらっしゃるというところで、そもそもなんですけども、まあ、城下さんですね、すごいやっぱ売り上げ上げられていて、上足を見ててもねうまいなと思ってるんですけども、入学のそもそものきっかけっていうのはどういったところになりますでしょうか。はい、実は私のクライアントがですね売れるっていうことが最大のテーマなんですよ。北野さんとはね2018年の時にこう講座にさせていただいて、実は3年4年前ぐらいですよね。その時一回お会いをねしておりましてね、その時からねずっとこう一貫して筋が上がるやり方をやられてきてるじゃないですか。自分自身の古い情報よりも最新のものを導入したいと思って入学させてもらいました。入学の時にもそういう風におっしゃられていたのを僕もすごい覚えてるんですが、クライアントさんにもさらに成果を上げていただきたいというところで、最新の SNS のノウハウをここで吸収をしていきたいというところで、次にですね実績の変化というところで、入塾そうそう90日ちょっとっていうところなんですけども、現時点でどれぐらいの成果が今上がっておりますでしょうか。だいたい平均すると200ぐらいなんですけれども、安定的に上げていくっていう感じですね。売上大きい時は300近くいく、そんな感じですね。売上ベースでは292万円約300万円ぐらいを売上が上げていらっしゃると、はい、次にですとインスタのフォロワー数と LINE のリスト数っていうところもちょっと聞いていきたいと思うんですけども、まずインスタグラムって今何フォロワーぐらいいらっしゃいますでしょうか。はい、インスタはね8600ですね。 LINE アットのお友達数はどれぐらいでしょうか。 LINE がですね820ぐらいだったと思います。もともとね入学いた時からリストもある程度 LINE アットもいて、もともとメルマガを実は城下さんは使われていたっていう経緯があったと思うんですけども、このメルマガを使っていて、それでも一応ね売り上げ上げられていたということで、そこから LINE に切り替えようと思ったきっかけっていうところも聞いていきたいと思うんですが、皆さんね多分実感してると思うんですけれども、はい、メルマガの到達率ってやっぱ随分落ちてきてるんですね。 10% いう人もいるし、はい、高くても 20% ぐらいなんですね。ひど、うん、い人になると10万リストぐらいお持ちの人でも 5% とかいう数字があって、この LINE っていうのは到達率 100% じゃないですか。ここの違いで LINE に本当に力入れなきゃいけないなと思ってたんです。確かにメールってもう迷惑メールホルダー入れられちゃったりとかして、はい、100人送っても20人しか届いてなくて、そこからさらに開封する人って数人とか、っていうところで LINE にした方がコンバージョン制約率上がるんじゃないかというところでしていただいたと。LINE を駆使してから売上としてね、今292万という売上が上がってるわけなんですけども、実際に LINE アットを使う上での意識してきたポイントだったりとか、あとインスタグラムで注意している点だったりとか、はい、あとその他に使われている集客媒体についてもね聞いていきたいと思うんですけども、ぶっちゃけた話するとですね、メルマガと LINE の2つのリストを持ってて、 LINE はほとんど情報発信してなかったんですよ。1対1トークしか使わない感覚だったんですけれども、 LINE 力入れなきゃいけないなっていうところから、どういうふうに具体的に発信するのかわからなかったんですよ。それをこの学科で習いたかった。 LINE クリエイターもうそれをしていただいてるので、すごく楽なんですね。 LINE の配信からもすごいお問い合わせがいただけるようになったというところなんですが、 Instagram もねせっかくなのでちょっと画面を表示をさせてですね、はい、お話しさせていただきたいと思うんですが、今こちらに出ているのが城下さんのアカウントで、フォロワー数8599人、コンセプトとしては日本に一人の成果が出るまで指導する企業コーチ城下さんというところで、トータルサポートの専門家、月100人インスタ集客率、企業×人生好転役立つ心理学という形で作られていて、高校のねこういった統一感というところも見ても、女性向けに寄せているのかなという印象もすごい受けるんですが、そこもやっぱり意図的にされていらっしゃるということですかね。それも代行でやっていただいてて、その方がまたね一生懸命やってくれるんですよ。僕のクライアントは女性が8割ぐらいのクライアントなので、女性寄りにいるところの指示をしてこうしていただいてます。あ、ここから代行お願いしてるなってのが分かるぐらい明らかに変わってきてるので、せっかくなのでですね比べてみようかなと思うんですが、確かに過去の投稿と今の投稿って全然違いますよね、テイストが。
全く違うんですよ。またここからここですもんね。ターゲットを除染されていたっていうのは昔も一緒だったけども、テイストをよりしっかりと固めていったっていうところがここ3ヶ月間で一緒ですね。そうですね。LINE の配信も、Instagram の配信も全部依頼させていただいてて、僕がやることっていうのも集中できるんですね。クライアントのフォローと新規の開拓っていうことができるので、だから数字の方がこう上がってきてるんだと思います。販売の動線っていうところもね、ちょっと差し支えなければ聞いていきたいなと思うんですが、こちらはどういう形、はい、もしくは Zoom のセミナーなのか、個別相談なのかっていうところで言うと、今年に入ってからの私の傾向は、クラブハウスに始まり、クラブハウスで終わるみたいなところがあって、クラブハウスでルームを開くんですね。で、インフルエンサーの方と一緒にやることもあるし、私単独でやることもあるんですけれども、そこでお話をして、週に1回とか、月に2回とか、ルームをやってると、はい、常連の方が来るようになって、30分とか1時間お話しさせていただくと、信頼関係がどん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 構築されるんですね。何回も続いてくると、例えば体験セッション募集しますっていうふうにやって、募集したと同時に LINE に登録してもらうんです。そこから日程の約束をしますよね。日程の約束をしながら、私の実績の動画、私のクライアントが3週間で100万上げたとか、そういう動画を見ていただいて、最後にこうクロージングで2回目のセッションやってっていう形で。クラブハウス集客でここまで成果出されてる方とかって、僕もあまり存じてなくて、やっぱりすごいなとは思ってたんですよね。本質としてはね、はい、どの媒体であったとしても、まあ今だったら TikTok がすごいリスト取れるよとかもありますけども、すべて信頼構築した後で、最終的にはね、個別だったりとか、ズームでの対話にね、つなげていくっていうところが本質だと思いますので、もうそこがしっかりとね、構築できているというところで、この動画見てくださってる方で、なかなか私リストが今取れないんですって結構悩まれてる方もいっぱいいると思うんですよ。うん、インスタに戻るんですけど、塩瀬さんの場合だと、プレゼントタイトルっていうところでね、企業初心者でも3ヶ月で50万目指せる5ステップマニュアル動画はこちらからっていうところで、はい、ここから基本的にインスタの URL で、LINE アットを直リンクそのまま貼って飛ばす人もいれば、それでもリスト取れますが、はい、塩瀬さんの場合とかだと、こういったところから基本的に LP とかにね、飛ばしていらっしゃると。ちょっとこちらね、画面表示させていただきますと、はい、ありえない300万円保証というところで、成果が出るまで指導します。最新2021自宅ニアがオンライン一人企業で集客を成功させる。コンセプト結構面白いですよね。なかなか見ないなってところ、これってどういうことなんですかね。北さんの講座じゃなくて、別の講座に行った時に、そこで売上を上げてる方が、だいたい2割ぐらいしかいなかったんですね。そこの講座が150万ってすごい高額だったんですよ。残り8割の方っていうのは売上が上がらずにローンだけ残って、そういう姿を目の当たりにして、いやいや、これちょっと違うだろうって僕思ってたんですよ。お金をもらうんだったら本当に成果出してほしいじゃないですか、うん。そうです。だったら俺は300万稼がせるまでやるぞっていうことで、そういうコンセプトを作りました。うん、ただし、このコンセプトだったら Facebook 広告とか出せないんですよ。数字とか金額がドーンって載ってるだけで審査通らなかったりしますからね。だから SNS 展開するっていうのがとっても大事なんですよ。確かに城下さんって以前広告とかもねされてはいたけども、原点の SNS というところに戻ってきたっていうのもそういう理由もあると。この LP からはプレゼントを記載をして LINE に登録してくださいねっていう誘導、お悩みの訴求とね、7つのプレゼント、すごいですね。これ7つもプレゼントをもらえるということで、もしかしたらこの動画見てくださってる方でね、 LP どうせやって書けばいいんだって悩んでる人もいると思うんですけど、最近の傾向としてうちもテストしてて、 LP ってまあ城下さんみたいに結構シンプルな方が今オプトさせやすかったりするんですよね。今日はいろいろその LP の部分から販売するまでの動線とね、そしてクラブハウスの集客であったりとか、いろいろお伺いをしてきたわけなんですけども、城下さんも今ねすごい数のやっぱ受講生さん方お寄せをすごいいただくような感じだと思うんですが、この動画を見てくださってる方でも生徒数とかクライアント様が増えることによって、どういう風に仕組み化していっていいかわかんないってね思われてる方もすごいいると思うんですよ。城下さんの今後のその仕組み化のところとか展望についてお伺いできたらと思うんですけども、成果を本当に上げていただくっていうのはずーっと基本的にこの思いは変わらないんですよね、うん、お一人お一人にテクニカルなお話をする、はい、これ実は無駄だったりするので、重要なのがポジショニングとセールス、ここは1対1でやりたいと思ってるんです、うん、みんなでお話聞いてもパフォーマンスが取れる場合は1対他で7人ぐらいのクラスを組んで、誰が喋ってるのか分かるぐらいの人数でクラスをいくつか展開するっていうことを考えてます。ポジショニングとセールスとかちょっとなかなか成果出にくい部分は個別でサポートしていくと、グルコにもするんだけど個別でやるところは個別でやるっていう形でバランスを取られているということですね、まあ、非常に今回も勉強になるお話と仕組み化のねところもすごいねためになる方多かったんじゃないかなと思うんですが、最後はですね、城下さんね LINE の配信とかもねすごいやっぱり上手ですので、まあ、どういう風な配信をされているのかってもすごい勉強になると思うんで、下に概要欄の方にね、城下さんの LINE アットそして LP のリンクも貼っておきますので、ぜひこちらも登録してチェックしてみていただけたらと思います。城下さん、本日はお時間いただきありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。
はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売上を作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。